こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回はできる人のお金の増やし方について解説していきます。お金持ちには特徴があります。お金持ちの考え方、ルールがあります。そのルールをあなたが知ればあなたも確実にお金持ちになることができます。お金の増やし方8個を解説していきます。1個目、お金に手に入る10個のこと。あなたがお金持ちになったら何が一番欲しいのか考えながら聞いてください。お金持ちになることによって次の10個のことが手に入ります。欲しいものを明確にすることはすごく大事なことです。1個目、安心と安全。あなたがお金持ちになれば毎日の生活に困らないです。2個目、快適な暮らし。いい家、いい車が手に入ります。3個目、贅沢を楽しむことができます。海外旅行に行ったり、いいレストランに行ったり、ファッションを楽しむことができます。4個目、快適な移動。飛行機に乗ったり新幹線を気にせず使うことができます。5個目、ステータス。有名人と知り合うことができたり、会員限定の招待など特別待遇を受けることができます。6個目、影響力、権力を持つことができます。7個目、自由が手に入ります。人生を自分の意思で決めることができます。人に左右される人生を歩む必要はないです。8個目、時間の自由ができます。行きたい時に行きたいところへ行くことができます。会いたい時に会いたい人に会うことができます。好きな時に好きなことができます。9個目、人気、評判が手に入ります。人から褒められたり評価されたり頼りにされます。10個目、社会貢献ができます。あなたはこれを聞いて何を手に入れたいですか？あなたがお金持ちになったら何が欲しいのか今のうちから明確にしてください。僕は正直に言うと20代は自由と時間の余裕、この2つが欲しかったです。会計士をしていたため安心と安全、快適な暮らし、贅沢、ステータスは比較的満たされていました。そして今は影響力、社会貢献が欲しいです。影響力があれば勉強、読書の大切さを多くの人に伝えることができるからです。また社会貢献は YouTube 図書館の大事なテーマです。一生社会に貢献したい、その思いでやっているためこの2つが欲しいです。あなたは何が欲しいのか今のうちからお金持ちについてしっかりと考えてみてください。2個目、私はお金持ちにはなれない、そういった思い込みを捨てる。お金については2つの思いがあります。いいものだと思う人、悪いものだと思う人です。お金は悪いもの、そう捉えている人は一生お金持ちになれないです。今すぐ考え方をやめることです。あなたがお金持ちになれないのはお金について間違った思い込みがあるからです。お金っていうのはスポーツと似ています。スポーツは練習すればするほどどんどん上達していきます。お金も一緒です。お金のトレーニングをどんどんしているかどうかです。スポーツで考えると納得できるはずです。野球が嫌いな人が野球が上手くなるはずがないです。野球の練習をしない人が野球は絶対に上手くならないです。仕事をサボったら給料がもらえないのと同じです。お金持ちになりたいのであればお金の考え方をまずは変えることです。お金持ちはお金が欲しいと思っています。そして思っているだけではなくて行動に移しています。一方、お金に縁がないとお金持ちになれないとはお金はいらない、お金持ちになるのは自分には無理、お金持ちになる才能はない、そう考えています。お金が今ないとは言い訳をしないようにしてください。貧乏な家に生まれた、環境に恵まれていない、才能がない、学歴がない、能力がない、このような言い訳を絶対にやめてください。もちろんお金持ちになるのは簡単なことではないです。厳しい道のりです。世の中のお金持ちが楽してお金持ちになったわけではないです。みんな死に物狂いでやって結果的にお金持ちになっています。あなたにも可能性が必ずあります。そのためにはまず私はお金持ちになれない、そういった思い込みを絶対に捨てることです。3個目、お金の目標を決める。例えばあなたがどこかに出かけたいのであれば、目的地で何をしたいのか、何時に着く予定なのか、何時に家を出るのか、誰と行くのか、必ず決めるはずです。お金持ちになるのもどこかに出かけるのも完全に同じです。4つの質問をします。答えてください。お金持ちになったらあなたは何をしたいですか？いつお金持ちになりたいですか？いつから始めますか？何をしてお金持ちになりますか？これを決めれない人はお金持ちになることはできないです。目的地が決まっていないからです。例えばこんな感じで決めてください。私は40歳の誕生日までに資産を1億円貯める。そのために不動産会社で起業して目標を達成する。まずは目標、目的地を決めるようにしてください。4個目、必要な努力をすると決意をする。誰だってお金持ちになりたい、そう思っています。でも残念なことに多くの人が本気じゃないです。お金持ちになりたいけど必要な努力をしていないです。例えばリスクを負いたくない、勉強はしたくない、人よりも働きたくない、そう思っています。大抵多くの人が努力を嫌います。お金は欲しいけど努力したくない。正直言ってこれは甘すぎます。練習はしたくないけどサッカー選手になりたい、勉強はしたくないけど東大に行きたい、弁護士になりたい、そう言っているのと同じです。
努力せずにサッカーのプロにはなれないです。勉強しなかったら東大に行くこともできないです。慶応に行くこともできないし、弁護士にも会計士にもなれないです。世界のお金持ちを考えてください。ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、ジェームズ・ダイソン、彼らの共通点はシンプルにまとめると一つです。がむしゃらに働いたことです。あなたがもしお金を手に入れたいのであれば、誰よりも早く起きてください。そして誰よりも働いてください。必要な努力をすることです。怠け者っていうのは絶対にお金持ちになれないです。5個目、お金がお金を生むことを理解する。お金持ちはどんどんお金持ちになります。一方、お金のない人はどんどんお金がなくなっていきます。お金がある程度貯まるとお金はどんどん増えていきます。なぜそうなるのか、複利という概念があるからです。複利がわからない方は別の動画を見てください。正直勉強不足です。ここでは解説しないです。まずあなたにやってほしい3つのことがあります。1つ目、毎月決めた額を必ず貯金に回すことです。生活費の 7.5 ヶ月分この貯金を貯めてください。2つ目、貯まったお金のごく一部だけ消費に回す。3つ目、貯まったお金の大部分を投資に回す。お金持ちになれる人は消費ではなくて投資にお金を使う人です。貯金が 7.5 ヶ月分貯まったら、お金を増やすために証券口座でインデックスファンド ETF でどんどん資産を増やしてください。6個目、成功する可能性にかけて行動する。あなたがお金持ちのレースに勝つためにはゲームに参加する必要があります。ゲームに参加しない、お金にかけれない人は勝つことはないです。お金持ちになるためにこの4つのことをしてください。1つ目、話し合うことです。お金持ちと話し合ってください。彼らの考え方、行動を観察して研究して学んでください。お金持ちには必ず特徴があります。考え方、行動、習慣をしっかりと真似ることが大事です。2つ目、深く考えることです。人の言いなりではなくて自分の頭へしっかりと考えてください。自分にとって必要なことは何か、何が足りないのか考え抜くことです。3つ目は投資をすることです。お金だけでなく時間、労力といった人生を成功にかけてください。4つ目、確実でないものを信じることです。絶対お金持ちになる方法はないです。しかしルールを学ぶことで勝つ確率を上げることはできます。あなたの成功の大きさは努力の大きさに比例します。あなたがお金持ちになりたいのであれば、しっかりと努力する覚悟はありますか？諦めない強さを持ってますか？スタミナはありますか？ブレないですか？お金持ちになるためには本気で学ぶ覚悟と諦めない強さは絶対に必要です。7個目、収入から定額を投資に回す。あなたが将来お金持ちになりたいのであれば、お金は使わないでください。使うのではなくてお金を働かせてください。お金持ちになるには貯めるんではなくて増やすことが大事です。まずやるべきことは積み立て NISA です。これは全員マストでやってほしいと思います。年間40万円までまずは目標にしてください。月3万円ちょっとです。ない方は格安SIMに切り替えたり、生命保険料を掛け捨ての安いものに切り替えたり、学資保険、医療保険など不要な保険を解約してください。それでも足りない方は副業をやったり、余剰資金をしっかりと作ってください。僕はインデックスファンドだけではなくて ETF、 アメリカの個別株、金など投資でどんどんお金を増やしていっています。8個目、お金のメンターを見つける。なぜメンターが必要なのか。独学は危険だからです。自己流は自己流と言います。メンターを持つことによって5つのメリットがあります。1つ目、知識と経験を補ってくれます。2つ目、考えをまとめてくれます。3つ目、本当によく考えたか指摘をしてくれます。4つ目、世の中の動きが学べます。5つ目、アドバイスをしてくれます。成功した起業家にはメンターがいるものです。彼らは起業で成功した先輩にアドバイスをしっかりと聞いていました。本から学ぶ、動画から学ぶ、人からしっかりと学んでください。僕は本で成功のノウハウ、起業のノウハウをしっかりと学んでいます。それではまとめいきます。お金で手に入る10個のこと。安心と安全、快適な暮らし、贅沢を楽しむ、快適な移動、ステータス、影響力、権力、自由、時間の余裕、人気、評判、社会貢献。あなたは何が欲しいのか、今のうちから明確にすることです。2個目、私はお金持ちになれない、そういった思い込みを捨てる。まずはお金持ちの考え方をしてください。お金持ち全員がお金が欲しいと思っています。そして行動に移しています。3個目、お金の目標を決める。お金持ちになったら何をしたいのか、いつお金持ちになりたいのか、いつ始めるのか、何をしてお金持ちになるのか、これを決めないとあなたは絶対にお金持ちにはなれないです。4個目、必要な努力をすると決意する。お金持ちになりたい、そんな人は多いです。みんなそうです。ではなんでなれないのか。多くの人が本気じゃないからです。リスクは負いたくない、勉強はしたくない、たくさん働きたくない。それだったら絶対に無理です。プロサッカー選手になるにはたくさんリスクを負わなきゃいけないです。練習をしなきゃいけないです。
人よりもサッカーしなきゃいけないです。それと同じです。勉強しなかったら弁護士にも会計士にもお金持ちにもなることはできないです。あなたがお金持ちになりたいのであれば、誰よりも早く起きて誰よりも働くことです。5個目、お金がお金を生むことを理解する。まずあなたにやってほしい3つのことがあります。毎月決めた額を必ず貯金に回すこと、貯まったお金のごく一部だけ消費に回すこと、貯まったお金の大部分を投資に回すことです。消費よりも投資にお金を使う人がお金持ちになる秘訣です。6個目、成功する可能性にかけて行動する。やってほしいことは4つです。お金持ちと話し合って彼らの考え方行動を観察して学んでいくことです。2つ目、深く考えることです。人の言いなりではなく、自分にとって必要なことを考え抜いてください。3つ目、投資をしてください。お金だけでなく時間労力を投資して人生で勝負をかけてください。4つ目、確実でないものを信じてください。絶対なことはないです。しかしルールを守ったり勉強することによって、あなたが勝つ確率っていうのを上げることができます。あなたの成功の大きさは努力の大きさに比例します。7個目、収入から定額を投資します。あなたが将来お金持ちになりたいのであれば、お金を使うのではなくてお金をしっかりと働かせることです。8個目、お金のメンターを見つける。あなたにはお金のメンターが必要です。メンターがいることによって知識と経験を補うことができます。考えをまとめることができます。本当によく考えたのか指摘をしてくれます。世の中の動きを学ぶことができます。的確なアドバイスをしてくれます。成功した起業家には先生がいるものです。あなたも本から学んだり動画で学んだり、人からしっかりと学んでください。あなたがお金を増やしたいのであれば、最後に伝えたいことは一つです。 100% の努力をすることです。これだけは絶対に間違いないです。努力せずにお金持ちになることはできないです。そして絶対に諦めないことです。自分が選んだ道を信じること、他人の言葉に惑わされてはいけないです。お金持ちっていうのはブレない軸を必ず持っています。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。